武蔵伝。行くぜ。ですじゃ、奴らにここを発見されるのも時間の問題ですじゃ。ルコワール帝国め、やっぱり国王の不在を狙ってたんざます。この大きな便所隊とはまさか。そうです、英雄召喚を行うのです。ついに会える時が来たのね、憧れの英雄、伝説の剣豪武蔵様に。それでは姫様、お願いいたしますです。オッケー。武蔵様ってどんなに素敵な方なのかしら、ワクワクしちゃう。それじゃあ、行くわよ。たざます。我らが英雄、伝説の剣豪武蔵様が。て、俺またえらくちっこいですな。やはり姫様ではいささか無理があったざますか。ちょっと待ちなさいよ、さっきから黙って聞いてりゃ私を未熟者みたいに。あんたたち本物見たことあんの？いえいえ。だったら本物の武蔵様だってこんなちびっ子だったかもしれないじゃないのよ。ん？誰がちびっ子だって？おめえらこそみんなして変な格好しやがってよ。変な格好ですって？何よ、あんたこそこのとんがりもみあげ。まあまあ、姫様もとんがり殿も落ち着いて。おいらは武蔵だぜ、このひげじめ。これは失礼いたしましたじゃ。その武蔵殿を英雄と見込んでお願いがありますのですじゃ。まさかユッケル殿、いくらなんでもこのちびっこには無理でしょう。いや、このお方も姫の召喚魔法でここに現れた以上、立派な英雄のはずですじゃ。なんだよ、おいら暇じゃねえんだ。もう帰らせてもらうぜ。悪いけど、誰かカゴ屋を呼んでくんねえか。武蔵殿、あなたはこの国を救うべき英雄として召喚されたのです。すなわち、この国に平和が戻らない限り、あなたも元の世界に帰ることができないのですよ。しかも、この世界であなたが生きていられるのは、召喚時に吸収したビンチョパワーがなくなるまで。オイラにこの国を救えだって？そんなバカな。それにわけわかんねえパワーがないと生きていけねえだなんて。やばいですじゃ。とにかく武蔵殿には螺旋の塔に急いでもらうですじゃ。奴らも必ずレイガンドを狙ってうろついてるに違いないざます。ですので、これを、この雷光丸をお持ちくださいざます。ふん、なかなかいい刀じゃねえか。その雷光丸には不思議な力が宿っておりましてですね、刺さった相手の能力を吸い取って己のものにすることができるのでございますです。いわゆるゲットインですね。ゲットイン？
こいつはすごそうだな。ありがたく頂戴しとくぜ。ところで、こっちのでっけえ鞘と髪切れは？それはレイガン殿の鞘よ。それを持って、この城の裏にある螺旋の塔へ行ってほしいの。光の剣レイガンドはその頂上にあるはずよ。頂上への手がかりはその紙切れに書かれているわ。分かったぜ。そのレイガンドってのを取ってくりゃいいんだな。そうよ。レイガンドと五輪の書さえあればこの国に平和を取り戻せるわ。あなたが本当の武蔵ならレイガンドを手にすることができるはず。頼んだわよ。あって、あれ？じい、武蔵君は？もう出かけてしまったようですじゃ。まったく、せっかちな英雄じゃけ。なんでオイラがこんなこと。仕方ね。とっととレイガンドをいただいて、こんな世界とはおさらばだぜ。押せそうにねえな。お、そうだ、この雷光丸で奴の能力をゲットインしてやる。すれば道は開かれん。向こうに見える剣士の像が関係ありそうだな。あ、石像の下に何かあるぞ。とりあえず踏んづけとくか。Thank you.
けに暗いな。ここは守りし炎に闇が覆いかぶさりしとき、新たな光が天に導くであろう。まあ、なんとかなるか。いただく時が来たぜ。We'll be right back.
貴様。俺様はボルド、貴様こそなんだピ。武蔵くん。武蔵？このチビが召喚された英雄武蔵だと？笑わせやがるピ。さあレーガンドをよこすペ、今なら漏れなくこの小娘と交換してやるだっぺ。うっせえ決闘だ、姫を離せ。うわ引っかかったな。その炎は簡単には消せないっぺ。ざまーみろっぺ。ちくしょう、熱くて近づけねえ。どうすりゃいいんだ。何言ってんの、レイガンドよ、レイガンドを使うのよ。そうか。ボルドを破れたり。さすがレイガンドだわ。武蔵くん、こんな筋肉バカさっさとやっつけちゃいなさい。ちぇ、余計なことを抜かす娘だっぴ。帰ってお仕置きだっぴ。それじゃあ武蔵くん、お元気で。待ちやがれ。うわぁ、なんだ、妙に若くしまうぜ。
まだまだいけるぜ。ボルドーとかいうやつめ、姫をどこに。